おはようございます。遺伝系の望月です。本日は、我々がNGS 解析用に構築してきた DDBJ リードアノテーションパイプライン、略して DDBJ パイプラインと呼んでいるのですが、こちらのサービス内で、私の方でNGS の WGS データ、ホールゲノムシーケンシングデータを使用して DNA 多系を検出して、その DNA 多系に基地遺伝子注射をつけるというデータベースとワークフローの方を構築しております。で、今回の講習ではこの DNA ポリモリフィズムアノテーションデータベース、略して DNA ポートと呼んでいるワークフローとデータベースがあるのですが、こちら の実習をさせていただきたいと思います。で、まず、NGSネクストジェネレーションシーケンサー、もうネクストジェネレーションじゃないので言葉に違和感があるのですが、こちらの概要についてご説明させていただきます。NGS の現在の代表的な機種として、ちょっと私の主観も入ってしまうのですが、代表的なものとしてはイルミナ社のものとパックバイオ社のものが、主流だと思っています。で、この2つのシーケンサーの特徴としては、イルミナの方は探査、150ベースぐらいのリード長のものを大量に出力するという特徴があって、で、パックバイオ社の方が調査並列型と言われているようで、平均約10キロベースのリード長の長いものを出力するという、特徴、2つの特徴、それぞれの特徴があります。なので、イルミナさんの方はハイセックに限らず、もうちょっと小さいマイセックという機種もあるんですが、そちらを使ってよく発現量解析をしたりとか、あとこっちのパックバイオ社のこの長いリードとこのイルミナ社のリードを合わせてデノバアセンブリをして長いスキャフォールドを得るなどといった形で、それぞれの研究目的とご予算に応じて皆さん工夫されてシーケンスされているようです。で、NGS の活用としましては、先ほどお話しした、NGS を使ったゲノムのリシーケンスやデノバアセンブリ、あと発現量解析やメタゲノム解析、あとチップセックって言われる転写因子解析やスニープインデルを検出するような解析など、いろいろな分野で活用されています。で、こちらが、前回アジャックスの53の中里さんの資料からお借りしたんですが、それぞれ のシーケンスの目的に応じて必要な、配列の塩基量、総塩基数なども異なってきます。で、ヒトゲノムのリシーケンスですと、トータルで90から150ギガベースぐらいを目安にシーケンスされるようです。で、だいたいリード長が100ベースで、ペアエンドで読んだとして、リード数が900から1500メガぐらいですね。で、それに比較して RNA-seq とかですと、総塩基数が5ギガベースで、同じようにリード長100ベースのペアードエンドでリード数が50メガリードぐらいを読まれているっていう大体の基準があるそうです。ただこれ自体もツールが進歩したりとか、あとシーケンサーの精度が進歩してきているので、いつまでもこの数字が目安というわけではなく、まあ一応参考程度といった形の数値になります。ごめんなさい。で、NGS のデータもパブリックデータベースが用意されていて、ぜひご自分でシーケンスする前に公共データにご自分が使いたいデータがないかをまず調べていただくのがコストダウンにもつながると思いますので、まず公共データベースの紹介をさせていただきます。で、一番代表的な NGS のデータベースとしては、シーケンスリードアーカイブ、略して SRA と呼ばれているものがあります。こちらは、INSDC の
中で DDBJ、NCBI、エンブル EBI でそれぞれでアーカイブしたデータをエクスチェンジすることで運営されています。でこのデータというのがメタデータと呼ばれる配列情報の説明情報とあと実際の塩基配列の情報と2つのデータが登録されています。でこのメタデータのこうそれぞれの関連が慣れるまで少し分かりづらいのですが、まずバイオプロジェクトと呼ばれる ID があって、そのプロジェクトの説明とかあとグラントとかあとパブリケーションが出ればこのパブリケーションのデータですよという説明が入っています。であともう一つバイオサンプルと呼ばれているものがあって、ゲノムのリシーキンス件数などであれば生物種名、スピーシーズ、サブスピーシーズ、ストレイン名などまで入っていて、でさらに例えばメタゲノム解析であればどこの環境中から持ってきたデータかといったような、そのサンプルがどういうものかという記載がされているのがバイオサンプルというファイルになります。でさらにエクスペリメントというものもあって、こちらは、どのシーケンサーで読んだかとかライブラリーのレイアウトであったりとか、ペアードエンド、シングルエンド、あとリード帳であったりとか、実験シーケンスするときの実験条件が書かれています。でさらにその下に LAN というアクセッション番号があって、そこにやっとファストQフォーマットと呼ばれるフォーマットとか、あとドット SRA フォーマットというもので塩基配列のリードの情報が格納されているファイルにたどり着くことができます。であとちょっとこちら側が医学部ということで、JGA というデータベースの方も説明させていただきたいと思います。もしかすると昨日説明があったかもしれないのですが、ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブと呼ばれるデータベースです。でこちらは私も使ったことがないので、DDBJ のホームページから引用してきた文章をここに貼らせていただいたんで、ちょっとそれ読ませていただきます。ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブ JGA は個人レベルの遺伝学的なデータと匿名化された表現系情報を保存し提供しています。データが収集された個人との間の同意に基づく協定により、 JGA のデータ利用は特定の研究目的に制限されています。JGA は厳格なプロトコルに従い情報の管理・格納提供をしています。登録処理が終わったすべてのデータは暗号化されています。なお JGA に登録されるデータおよびデータの利用についての審査は、JST 独立行政法人科学技術振興機構とバイオサイエンスデータベースセンターMNBDC が実施しています。JGA は、NBDC と DDBJ で運営されていますと概要に書いてあったんですが、と実際にこちらのデータを使ってみたいと思われる方は DDBJ のこちらのホームページから行っていただくと、確か問い合わせの窓口があるので、そちらから担当者が DDBJ の小玉になっておりますので、そちらに問い合わせしていただければ丁寧に回答が得られると思います。で次に NGS データが、を記載するファストQフォーマットというフォーマットについて説明いたします。でファストQフォーマットというのは、基本的にこの4行で1セットのリードの情報を表すフォーマットです。で、1行目にアットマークで配列名。で、2行目に ATGC の塩基配列。で、そして3行目にプラスが書かれて、4行目にクオリティスコアのこの暗号のような記号が書かれています。でこの記号がどのようなスコアを表すかというのが下に記載しているのですが、
このクオリティスコアは、ASCII コードと呼ばれる、コードで表示されています。コンピューターで使われているコードなんですが、このびっくりマークが33という数字で表されたり、このそれぞれのコードに対して数値が振られる形になります。で、SRA のデータはサンガー形式で登録されていて、フレットのクオリティスコアプラス33の ASCII コードが、この記号でクオリティを表しています。で、フレットのが0から40のスケールで表されていて、0プラス3、クオリティが0でだと、プラス33を足すと、その33の値というのがびっくりマークなので、上で見てみると、このびっくりマークの、この G っていう塩基配列は、クオリティ0の塩基となります。だから信頼性がとてもない状態ですね。で、ASCII コードでググっていただくと、このびっくりマークが33とか、コロンが59とか、そういった数字の、表が出てくるので、ちょっとそちらに当てはめて見ていただくと、ちょっと意味が理解しやすいかなと思います。で、SRA のデータでこの FASTQ フォーマットで提供するというのを NCBI とか DDBJ がだんだんやめつつあります。なぜなら、この FASTQ フォーマットすごく容量が大きいので、ハードディスクを圧迫してしまっていて、DDBJ 側もハードディスクの限界が近づくので、この .sra というバイナリーの形式で提供するデータが増えてきています。で、この .sra という形式で公開されていると、sra ツールキットというツールキットを使って、FASTQ フォーマットにご自分で変換しなければいけないという問題というか大変さがあります。なので、私としてはぜひ、皆さんに DDBJ からデータをぜひぜひダウンロードしていただきたいんですが、私自身も EBI は FASTQ フォーマットで配っているので、FASTQ フォーマットを落とすときには少し時間がかかるのですが、EBI から落とすことによって、この変換をしないで済むようにして公共データを利用しています。で、実際この NGS の公共データ、どんなデータがあるのか、まず検索してみないと使えるかどうかがわからないと思うので、代表的な検索エンジンを挙げてみました。で、まずはじめに DBCLS の方々が公開している DBCLSSRA という検索エンジンがあります。でこちらは使いやすいのが、それぞれのスピーシーズとか、あとスタディタイプ、ホールゲノムシーケンスだったり、RNA-seq だったり、あとプラットフォーム、イルミナとか、パックバイオとか、あと疾患別にどういうデータが多いかっていうトレンド情報のグラフを表示してくれています。で、なので最近どういうデータが読まれているかというトレンドが分かりやすいのと、さらにこの実際に登録されているそのリードのデータがどのような論文で使われているかといった情報をテキストマイニングを使って論文とデータの紐付けの情報を提供してくれているので、そのデータがどういう論文に使われてどういうことが分かったかっていう追跡をしやすいので私はこちらよく使っています。で、あと DDBJ も検索エンジンを提供しています。で、こちらは、もう、こういうデータがあるっていうのが分かっているとき、私は植物のデータを主に扱っているので、コシヒカリのゲノム配列を、もう一回落としたいなっていうときに、ここでそのまま直で、検索して落としてくるようなときに使っています。で、さらに ENA もすごく使いやすくて、こちらですと、タキソノミー ID で、例えば、すいません、ライスでしか
例えが出せないんですが、オリザサティバっていうタキソノミー ID を入力して、それ以下のデータ、インディカ米なり、ジャポニカ米なり、それぞれのデータ全部を、大きく検索したいときに、検索してあげると、タブ区切りの形式で表形式で落としてくれて、でさらにファストQファイルのありかなどとのウェブアドレスが書いてあるので、コンピューターで大量にデータを処理して解析するときには非常に便利です。でさらにNCBI の方も検索エンジンを提供しています。でこちらが DBCLS SRA からお借りした図になります。SRA データの現在の登録状況です。で、6月15日までの統計情報として現在表示されていて、トータルで今スタディタイプとして78,820エントリー登録されているそうです。で、その中で、スタディタイプごとに一番登録されているのがホールゲノムシーケンスで、33,037件。で、次がアザーになっているんですが、このアザーっていうのがもう雑多なものが紛れている状態になっていて、例えばポピュレーションスタディとかだとアザーに登録されていたりとかして、結構ぐちゃぐちゃなスタディタイプになってしまっています。それなので実質多分次はトランスクリプトームになるのかなと思うんですが、それが13,200件現在登録されています。これだけのデータが入っているので、ぜひぜひシーケンスする前に使えるデータがないか調べてもらったら有効な研究ができるかなと思います。でこちらが、日本から公開されている NGS 解析パイプラインになります。で今回私が説明する、DDB でリードアノテーションパイプラインとあとピタゴラギャラクシーというコミュニティがあります。でギャラクシーとは何ですかって感じだと思うんですが、ギャラクシーとは、ゲノムなどの生物学的なデータを対象としたウェブベースでご自分でプログラミングしなくとも解析ができる解析環境です。でジョブ・ホプキンス大学を中心としたギャラクシーチームがこれを開発していて、でさらに日本でのギャラクシーコミュニティがこちらのピタゴラギャラクシーというところで出来上がっています。でこちらがバイオインフォマティシャンが作成した NGS 用の解析ワークフローをこちらのピタゴラギャラクシーから提供していて、バイオインフォマティシャンじゃない方々もこちらからギャラクシーをダウンロードしてくることによってご自分の手元で NGS 解析をすることができます。でさらに MeGap というのがあります。メタゲノム解析用のパイプラインです。で、今トライの状態で、こちらのアドレスから公開しているのかな、ちょっと最後まで動く状態なのかちょっとすいませんわからないんですが、10月5日に正式オープン予定でステータスとしては開発中ということだそうです。で、DDB でパイプラインのこちらが、オーバーフローになります。 DDB でパイプラインは、基礎処理部と工事処理部の2部構成になっています。で、使えるデータとしては先ほどの SRA のデータとあとご自分でシーケンスしたユーザーのファストQデータ両方使うことができます。すいません、ここを略して DRA になってるんですが、DDBJ シーケンスリードアーカイブで DDBJ SRA と今多分呼ばれていると思います。で基礎処理部では、クオリティバリューフィルター、先ほどのファストQフォーマット
でもお見せしたように、大体こう読み始めの5ダッシュ側の配列がクオリティが低かったりするので、そうする、そういうリードを使うと多形の検出やデノバーアセンブリーがうまくいかないということが起きるので、そういうクオリティの低い部分はトリムして削ってしまうという機能です。で、あと次にマッピングもしくはデノバーアセンブリーの、NGS 解析の入り口になるような機能を基礎処理部にて公開しています。そして高知処理部は、先ほどご紹介したこちらのピタゴラギャラクシーからの公開をしています。で、こちらは解析目的別ワークフローとして基礎処理部にて解析したマッピングの結果やデノバーアセンブリの結果をピタゴラギャラクシーの方にインポートしてあげて、で、私が構築している DNA ポット、DNA 多形注釈のワークフローや、あとデノバーアセンブリにて得られたコンティクやスキャンフォールドの注釈付けをするようなワークフロー、こちら開発中なのですが、こういったワークフローを今後も増やしていって、ウェットの研究者の皆様でも、NGS の解析が簡単にできるようにということで我々は目指しています。で、こちらが、ピタゴラギャラクシーの紹介です。で、ピタゴラギャラクシー、こちらのアドレスからアクセスできます。で、現在ピタゴラギャラクシーで公開しているワークフローとして RNA-seq の解析用のワークフローが3つと ChIP-seq 用のワークフローが3つ、あとバイサルファイターによるメチル化変化検出のワークフローと、あと DNA ポットとは別のバリアントコーリングのワークフローが公開されています。で、それぞれ RNA-seq 用が3つとかあるんですが、開発者の方が異なっているワークフローでそれぞれの特徴がありますので、これマニュアル日本語でついているので、もしご興味があれば それのそちらのマニュアルを見ていただいて、ご自分がやりたいものにフィットしているものがあればぜひ使ってみていただきたいと思います。で、 DNA ポットのワークフローは、現在こちらのピタゴラギャラクシーのウェブサイトからの公開ではなく、ちょっとこちらのアドレスからの公開になっていて、ピタゴラギャラクシーの G バージョン、次のバージョンから DNA ポットのワークフローを統合していただく予定になっています。で、まずピタゴラギャラクシーの利用方法としては、ちょトライのサイト、テスト用のギャラクシーを使用できるサイトがあります。こちらのアドレスで、試し実行をしていただくことができます。ただなんかこちらのウェブサーバーがとても非力なようで、あまり大きいデータを投げてしまうとこのギャラクシー自体が落ちてしまうので、バクテリアのデータとか小さいデータでぜひ最初試していただければと思います。で、2番目がもう一番、こちらが皆さんに使っていただくやり方になると思うのですが、自分のこの PC マシン上でギャラクシーの仮想マシンをセットアップして、解析をしていただく方法があります。で、バーチャルマシンとかって言われるんですが、ここにある仮想環境の入手とかって書いてあるところから、こうバーチャルマシンイメージをダウンロードしてくると、この PC の中にさらに Linux が動き出しているような形の環境を作ることができて、よくツールをインストールしたりすると自分のパソコンと他の人のパソコンで環境が違うのでうまくツールがインストールできないとか、そういった問題がいろいろ出てきて、投げ出したくなることがいっぱいあると思うんですが、そういうことがなく、もう必要なプログラムツール類がインストールされた状態の Linux がそのまま落ちてきて、ご自分の Mac や Windows 上で動き出すといった状態で解析ができるやり方がこの2番目です。で、さらに3番目はちょっと敷居が高いんですが、もっと計算量、計算スペックの大きいコンピューターを使いたいなどと
ということがあれば Amazon などの、クラウド計算環境にこのピタゴラギャラクシーをインストールしてあげてギャラクシーを動かして計算するといった方法があります。で、次に、今回実習していただく私が構築している DNA ポリモリフィズムアノテーションデータベース略して DNA ポッドの概要を説明させていただきます。DNA ポッドは、すいません、こちらも DRA のままになってしまっているんですが SRA のデータからホールゲノムシーケンシング WGS のデータを持ってきてあげてリファレンスゲノムにリードを貼り付けてあげます。で、リードのこの、コンセンサス配列とリファレンスの配列との比較からスニップインデルを検出してあげてさらに基地の遺伝子アノテーションにの注釈付けをしてあげてあこのスニップがエクソン領域にあって非同義置換を起こしているなといった情報を提供して DNA ポッドと呼ばれるデータベースに格納してこのデータを公開していますというかいます。で、これはこのワークフローはデータベースを構築するだけではなくてユーザーの皆様のデータでも解析ができるようにワークフロー化をしています。で、そのワークフロー化をしているプラットフォームが DDBJ パイプラインの基礎処理部がこのマッピングまでとあとアノテーション付けをしていくのが工事処理部としてピタゴラギャラクシー内で DNA ポッドワークフローとして公開させていただいています。で、ちょっと医学部ので発表するのに植物のデータしか入っていないので心苦しいのですが現在稲とトウモロコシとソルガムでそれぞれ679、404、66系統のデータを入れています。で、このデータベース作りが私一人でやっているのでなかなかこう生物種を広げていくことが今できてないんですがバクテリアとか動物植物に網羅していく予定です。で、ヒューマンのデータの方は先ほどの JGA のデータとかにもありましたようになかなかみんながアクセスできるようなデータではないので一応ヒューマン以外という形で公開を目指していく予定でいます。で、ワークフローとデータベースを公開していますよってことですね。で、実際に DNA ポッドワークフローの実習に入っていきたいと思います。で、今回の DNA ポッドワークフローの実習の流れとしてすみませんがライスのデータで実習させてください。で、オリザサティバサブスピーシーズジャポニカカルティバーのオマチ酒米のオマチのデータを使って実習をさせていただきます。で、基礎処理部にてマッピングとコンセンサス配列の決定をします。で、その後はそこまで皆さんに触っていただいてその後は私の方でデモとしてピタゴラギャラクシーを使って、ホモスニップインデルの検出とゲノム上の DNA 多系の分布の描画と基地遺伝子による注釈付けを行っていきます。で、ちょっと今回 Windows のユーザーの方が多いのでこのピタゴラギャラクシーのバーチャルマシンをダウンロードしてきたときに環境によって BIOS の設定を変えないとバーチャルマシンが動かない場合があるのでトラブルが予測されるので今回は私の方で画面をお見せするという形で実習をさせていただきたいと思います。で、すいません言い忘れました。現在その今はこの植物のデータしか入っていないのですがもし使ってみてこの生物種でやりたいといったご要望があればできる限りその生物種で動くように対応していきますのですいませんが今回はサンプルデータとしてライスを使わせていただきますが要望があればぜひお問い合わせください。で、
実際に、DDB でパイプラインにアクセスしていきたいと思います。で、ウェブ IE か Firefox が入ってらっしゃるんだと思うんですが、そこで、DDBJ パイプラインと検索していただくか、もしくは DDBJ のホームページのリンクからたどれるんですが、パイプラインをそのまま検索した方が早いので DDBJ スペースパイプラインと打ってみてください。そうするとトップに DDBJ リードアノテーションパイプラインというのが出てくると思うので、こちらをクリックしていただくと DDBJ パイプラインのトップ画面に行きます。アクセスできない方いらっしゃいますか？皆様ここまではたどり着いてますでしょうか？で、実際に使っていただくときにはこちらのニューアカウントというところでアカウントの取得をしていただくことになります。ユーザー ID とか、あと E メールアドレス、名前、組織名、国、あと利用目的等を登録していただくとアカウントが取得することができます。で、今回は講習用に、の ID を使っていただきたいと思うんですが、配布されている資料の方に、講習用の ID とパスワード、そちらの黒板にも書いてあるんですが、ID が講習01で、パスワードが、2具講習01でログインしていただけますでしょうか。大丈夫そうなので進みます。で、一番最初の画面が、このような画面が出てくると思います。で、今回は、ちょっと時間の都合上、クオリティバリューフィルターは置いといて、そのままの SRA に登録されているリードそのままを使ってマッピングをしていきます。で、何もしなければ、この画面からマッピングでのバーセンブリーの処理ができます。で、今このプライベート DLA エントリーというところに、ここのリストボックスをクリックしてあげると、SRA の ID がこう表示されているんですが、これというのは、事前に私の方でインポートしたので表示されているので、ご自分が使いたい SRA のデータをインポートする場合には、このインポートパブリック DRA というところで、ここで DRA の00037とかで、@mydraentry っていうのを押してあげると、で、インポート作業が終了すると、こちらので見ることができるようになります。で、SRA のデータを使わずに、ご自分がシーケンスしたデータを使いたい場合は、こちらの FTP アップロードというところで、Add New Files っていうところをクリックしていただくと、こちらからFTP を使って FASTQ ファイルをインポートしていくことができます。今回はプライベート DRA エントリーのお待ちのデータを使いたいので DRA000307 をこちらのリストボックスから選択していただきたいと思います。選択できましたでしょうか？で、この一番上のトップの表というのが先ほどお話しした、サンプルやスタ
D タイプ、エクスペリメント、ランなどのメタデータの情報になります。で、これサンプルとかっていうとこの横にビューとかダウンロードっていうボタンがついているので、これビューをサンプルでクリックしてもらうと、このようにこのカッコの中に情報が入っている状態のこのファイルが見ることができます。これ人が見る分にはすごく見にくいフォーマットなんですけど、コンピューターではよくこの XML と呼ばれて、このフォーマットが、コンピューターで処理しやすいというのかな、で使われています。でこれで言うと、先ほどのバイオサンプルの ID がこれですよとか、あとタキソノビー ID が39947で、オリザサティバジャポニカグループのデータですとか、あとデスクリプションにジャポニカライスカルティバーお待ちとか、でカルティバーお待ちといったこのサンプルの情報が記載されています。で、データによっては、もうほぼ何も書いていないものもあって、オリザ・サティバーとか、スピーシーズ名しか書いてないものもあり、そういったデータがすごく何を表しているかわかんないんで、再利用しづらいので、ぜひ SRA にデータを登録するようなことがあれば、できるだけ、他の人がデータ扱いやすいように細かく書いていただけると、とてもいいかなと思います。そして、実際に解析するのにあたって、このお待ちのデータはランアクセションが2個あって、おそらく2回シーケンスしているデータです。で、エクスペリメントの ID は同じなので、同じ実験条件でエクスペリメントを見てみると、WGS のデータを、ペアードエンドで150ベースで読んでいて、で使っているのがちょっと昔のデータなので、イルミナのゲノムアナライザーで読みましたと。でこの同じ実験条件で、2回シーケンサーを実行していますよというデータなので、この2つのデータを使って、多系検出をしていきたいと思います。なのでこの2つのデータをチェックボックスにチェックを入れてあげてると黄色く変わるので、これで NEXT を押してください。で、そうすると、ツールの選択になります。で、基礎処理部ではマッピングとデノボアセンブリーができるので、それぞれデノボアセンブリーがしたければ、こちらのデノボのツールを選んでいただくことになるんですが、今回はリシーケンスデータということで、リファレンスゲノムマッピングの BWA を選択して、この BWA を使ってやっていきたいので、選択したら次へ押していただきます。で、次は、解析に使うクエリーセットを選択していただくのですが、これはちょっとあまり深く考えず2つセットを選択していただいて、セットアズペアードエンドをクリックしていただくと、2つのデータが下に落ちるので、それで NEXT を押してください。すいません、ここまでついてこれてない方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？そしたら、次に、リファレンスゲノムを選択します。で、メジャーゲノムセットというところに、メジャー生物、モデル生物のデータをなるべく入れるようにしています。
で今回ちょっと私の周りだと植物の人が多いので、とアラビドプシスやオリザサティバ、ジーメイズ、ソルガムなどが多いんですが、あとその下にホモサピエンスと、あとマウスとかも入れています。でここの中にあるあのモデル生物以外のものが使いたいとか、あのバージョンがこれだと低いよとか、あとリピートマスクした配列が欲しいよとか、リクエストがあればぜひご指摘していただければ対応していきます。で今回は、お待ちのデータなので、オリザサティバジャポニカをオーガニズムで選択していただいて、で最新のゲノムセットが、IRGSP のビルド1、OS 日本バレリファレンス IRGSP1.0 を使いたいと思います。で、稲の場合染色体が12本あるんですけど、その12本全部取りまとめているのが all.fra というファイルになります。ね、こちらをクリックしていただいて、これで生物種がオリザサティバジャポニカの IRGSP ビルド1の染色体全体にかけますよということで、リファレンスを決めて NEXT を押してください。でそうすると今度ツールの、パラメータの指定になります。で実際どのパラメータを使うかというのは各ツールのマニュアルを見て、決めていただきたいんですが、私が解析をするときにはまずは大体デフォルトでやってみて、その結果を見てみて何かおかしいなと思えば少しずつパラメータを直していくというやり方をとっていますので、今回そのデフォルトのままでそのままいきたいと思います。で BWA でリファレンスをインデックス化してあげて、その後アライメント処理をしてあげて、で次に、ゲノム上にマルチプルにヒットするようなリードの扱いをどうするかっていうのを決めてあげて、でその後に、DNA 多型を検出するためのサムツールズを使っているんですが、そちらのオプションを決めてあげて、それで NEXT を押してあげます。で、ちょっと今回講習なので LAN ボタンを押さないでほしいんですが、メールアドレスを入力してあげて、この実験計算条件に問題があれば、実際に解析するときには LAN ボタンを押していただくと、解析が終わるとこのメールアドレスに終わりましたよというインフォメーションメールが行きます。で、事前にこの条件で私の方で解析をしていたので、その解析の結果を見ていきたいと思います。で、左側のこのメニューバーにジョブステータスというところがあって、そこにステップ1でマッピングっていうところがあるので、そちらをクリックしていただけますでしょうか。すいません、ちょっと人数をちょっとずつずらしてアクセスするべきでしたね。で、先ほどのこのマッピングっていうところをクリックすると、ジョブが終了したらメールが来るので、もう一回パイプラインにログインしていただいて、このジョブステータスのマッピングっていうところを押していただくと、このステータスマッピングっていう画面に飛びます。で、ここには、いろんな人のジョブがダーッと一覧で流れていて、で、もちろん誰がどういうジョブを投げたかっていう情報は、自分のアカウント以外は見えないんですけど、混雑状況がわかるように、必要、見られてればまずい情報を消しながら、画面上で一覧でこう表示されているので、自分のデータを探すのが、少しめんどくさいので、そんな時にこの Show Only Your Own Job っていうところをクリックしてあげてリロードしてあげると、この黄色く
色がついてるところが自分のジョブで、あの他の人のジョブは白抜きになっているんですが、この黄色の自分のジョブだけが塊になって検索されるようになります。でさっきのおまちのデータが実際82時間かかっています。多分これあのスパコン の, あの状況混雑具合にもよるんで、早いとこの同じデータでも1日2日かからないぐらいで終わるんですけど、この時多分スパコンがすごく混んでいて、こんだけ時間がかかってしまいました。で、表示されている情報としては、ステータスが終わったよとか、ツールが BWA 使って、リードがこんだけあって、ゲノムサイズ、ライスなんで379メガありましたよ、といった情報になっています。で、ビューボタンを押すと、さらにこのジョブの詳細が見れます。で、ジョブの詳細としては、先ほどの、ランアクセッションの番号だったりとか、あとゲノムのバージョンですね。と、あと、ポジションエラー率として、実際のエラーかどうかわからないんですけど、リードのポジション、0から、5ダッシュ側の0から、3ダッシュ側に向けて、リファレンスゲノムと比べてミスマッチが多かったのがどのポジションが多かったかっていうのをグラフにしています。なのでこうエラーとは言いづらいというか、実際はスニップなどの可能性もあるんですが、一応5ダッシュ側から見るとやっぱ3ダッシュ側の方にミスマッチが多かったねということがわかります。で、あと統計量として、カバレージ、ゲノムオブカバレージ、ゲノムに対してリードがどのぐらい被覆したかっていう率と、あと、ゲノムに対してリードがどのぐらいの深さで腫れたかっていうデプスの情報を出しています。で、それぞれこの、あと呪文のような解析に必要なコマンドラインがわーっと表示されているんですが、まず、この、頭のオレンジ色のブロックが BWA でマッピングしている時のツールのコマンドで、ちょっと途中省いてしまいますが、ユニーク化、ゲノム上でマルチプルヒットは捨てるような処理を加えたのでユニーク化してあげた処理と、あとサムツールズで DNA だけを検出してあげた処理がここで表示されています。で、実際にこれらのデータをダウンロードして、IGV 他のブラウザーでアライメントの様子を見ることもできますし、あとそのまま先ほどのピタゴラギャラクシーのワークフロー、 DNA ポットのワークフローでここから追加の解析に進めることができます。で、実際にここからちょっと私の画面の方でピタゴラギャラクシーのデモをしていきたいと思います。で、さっきと同じように、このさっきのパイプラインの左側のメニューバーにワークフローというところがあるので、そこをクリックしていただくと、P ギャラクシーヘルプというドキュメントのウェブサイトに飛んで、そこにオーバービューの説明と、あとワークフローでアノテーション DNA ポルモリフィズム DNA ポットというところがあるので、そこをクリックしていただくと DNA ポットのワークフローに飛べます。で、本当はちょっと この P ギャラクシーのヘルプからお見せしたいんですけど、このアドレスがパイプラインが動かないので、リンクのアドレスがわからないので、あ、見えました。ちょっとこれで、さっきのステータス画面で、白抜きされているとか、他の人のジョブですね。で、ワークフローっていうところをクリックしていただくと、この P ギャラクシーヘルプというところが来ていて、出てきて、今公開されているのがアノテーティング DNA ポリモリフィズムのワークフローで、こちらをクリックしていただくと DNA ポットのワークフローのヘルプに飛びます。で、下の方に下がっていただくと、
ハイレベルアナリシスバーチャルマシンイメージダウンロードというのがあります。で、Mac 用と Windows 用で分けて置いてあります。で、実際にこのバーチャルマシンって聞くと、私も最初すごくどんなことか分からず、ちょっと敷居が高かったんですけど、実際やってみるとそんな敷居の高いことではなくて、このステップ5っていうところにセッティングの方法が、マニュアルがあります。で、まず必要なのが、ピタゴラギャラクシーが入っているバーチャルマシンイメージ、ここにありますので、 Windows 用と Mac 用それぞれ自分の OS に合わせてダウンロードしていただきたいのと、あともう一つ必要なものがあって、バーチャルボックスと言われるもので、そのバーチャルボックスを使ってバーチャルマシンイメージを動かすので、その動作をさせるツールが必要です。で、このバーチャルボックスっていうのをクリックしていただくと、オラクル社の、ページに飛ぶので、ダウンロードバーチャルボックスで、ここでも自分の OS に合わせてものをダウンロードしていただいて、 あとは普通の一般的なツールのインストールと同じように、なんか次へ次へを押していくような形だけで、このバーチャルボックスのインストールはできます。で、インストールして、動かしているのが、この今このページのこの四角い箱のツールを動かしたのがこちらになります。で、こちらで、ファイルで仮想アプライアンスのインポートっていうのをクリックしてあげて、で、ここでダウンロード。さっきのないですね。ここから、ここから落としてきたバーチャルマシンのイメージをさっきの、ここにセットしてあげて、インポートとしてあげると、ちょっと今私3つ入れてるんですけど、今ここで動いているのが DNA ポットが含まれているピタゴラギャラクシーになります。で、ピタゴラギャラクシーの先ほどの本家の方にもバーチャルマシンイメージが置いてあるんですけど、そっちはこの DNA ポットのワークフローがまだ含まれていないものになりますので、DNA ポットをもし使ってみたいと思っていただけたら、先ほどの、こちらの DNA ポットの、この、ここから、このページからダウンロードしてきたバーチャルマシンイメージ、これですね、を使っていただければと思います。で、で、ちょっとこのマニュアルにも書いてあるんですけど、 Windows の方の場合、動かない場合があります。その時にはちょっとここにも書いたんですが、 BIOS の設定を変更してあげて、バーチャルマシンを動かすことを Windows に許可してあげて、試してみてください。で、これ今ここを動かしたい、バーチャルマシンをインポートするとここに出てくるので、ダブルクリックしてあげると、このような黒い画面が出てきて、ここで、CentOS Linux が動き始めます。で、少し時間を置いてあげて、この起動が完了すると、ここで動いている、ギャラクシーが、自分のウェブブラウザー上で見ることができます。で、その時に192.168.56.10.8080 ギャラクシーっていうアドレスをウェブ上で叩いてあげると、今これギャラクシーが動いてるんですけど、それがここのバーチャルボックス内でインストールしてきたものがここで動かせています。なので、実際この
これにインポートしてあげさえすれば、あの仮想マシンで動いているっていうことをあまり意識せずに、いつもみたいに自分の Mac であのウェブ操作をして解析を進めるようなイメージでやることができます。で、まず今ちょっとログインしちゃってるんですけど、ログインをしていただきたいです。でユーザーからログインしていただいて、その時にあの自分だけでこのギャラクシーを使うのであれば、ここに書いてあるアドミニストレーターのアドレスとパスワードでログインしていただくことになります。で、先ほど解析した基礎部で解析したあの DNA 竹を検出した結果をまずこのギャラクシーの方にインポートしたいと思います。で、あの DTBJ パイプラインは遺伝研のスパコンで動いているので、現時点ではあの結果ファイルは遺伝研のスパコンにあるんですけど、今からそのスパコンにあるファイルをこのローカル PC に持ってくる作業をします。で、こちらのメニューの DNA ポットというところがあって、そこで Import M Pile Up っていうのをクリックしていただくと、このブラウザーで今あのパイプラインにログインしているので、今そのまま表示されてしまったんですけど、何も表示されてログインしていなければ、基礎部へのログイン ID とパスワードを入力を求められます。で、さっき公衆01で入ったので、公衆01でログインしてあげると、先ほど実行したジョブ ID が22699のデータが表示されています。で、ここでビュージョブってクリックしてあげると、先ほどの結果画面、あのサーバーが混んじゃってお見せすることができなかったんですが、その画面の詳細画面がここで見れます。で、実際にこの問題、このデータで問題なければ、インポートギャラクシーっていうインポートボタンを押してあげます。で、そうするとこの左側の右側のこのパネルに、あの計算した結果がどんどんここに書き込まれていくんですけど、今これくるくる回ってるので、遺伝研のスパコンにアクセスしてこの Mac にデータを取り込み処理をしている状態です。そんなに時間かからないと思うんですけど、ちょっとお待ちください。あ、行きました。で、計算してるときはくるくる回っていて、終わるとこの緑色の状態になります。で、これが、この目ん玉ボタンをクリックするとファイルの中身が表示されます。これが、VCF と言われるバリアントコールフォーマットかなの略で、あの多形情報を表示するときのあのスタンダードなフォーマットになります。で、これが染色体とポジションとトリファレンスの、これが TAA だったところが、お待ちのデータは TAAA で A が1個多かったよという状態です。で、スニップの場合はリファレンスが T で、あのお待ちは C でした。で、あとクオリティ情報やデプスとかの情報があの表示されています。で、VCF フォーマットで検索するとこの定義はすぐ出てくるので、ご確認いただければと思います。で、これは今デフォルトで計算した結果、サムツールズで計算した結果なので、研究目的によってはもうちょっと、今これ DIPS さんで指示されていて SNP って認めてるんだけど、これだとちょっと怪しいからもっとデプスを上げたいよとか、いろいろあの研究目的に応じて厳しくしたりとか緩くしたりとかあると思うので、それをしていくのが次の
ディテクトスニップスというこちらのツールになります。で今回サムツールズの M パイルアップで出した結果なので M パイルアップを選択してあげて、で実際に使うのは今インポートしたこの1番のファイルですよと。で試しに今回ディプスは資料だとデプス厳しく15にしてますね。で15にしてあげて、でマッピングクオリティも20以上で、今回はホモスニップだけを試しに撮ってみたいと思います。でジェノタイプクオリティは今回は特に入れずにそのまま実行してあげたい、あげるとまたジョブが流れ出します。で今終わりました。でこれ中身を見てみると、さっきはインデルの情報も入ってたんですが、今スニップの情報だけで、でデプスもさっきの3とかいうデプスのものもなくなっていて、マップクオリティも20以上のものだけになっていると思います。で同じようにインデルに対しても同じことができます。ディテクトインデルでさっきの大元の1番のこのデータを選択してあげて、でインデルもデプス15でマップクオリティ20でジェノタイプホモだけに指定してあげて、もう一回これで実行してみます。でそうするとまた今度はインデルだけの情報の VCF フォーマットになって、デプスも15以上で指示されたものだけ、マップクオリティも20以上のものだけが、ここで抽出された状態になります。で今スニップとインデル分かれてしまってるんですけど、まとめて解析をしたい場合は、マージスニップインデルズという機能があって、このスニップとインデルのデータをもう一回マージし直してあげる処理があります。もしマージしなくていいのであれば、このステップは飛ばしていただいて大丈夫です。で、終わりました。で、これでスニップインデルの情報がマージされたファイルができました。で、1番目のファイルとの違いというのは、デプスとかマップクオリティで、識位置を設けて、より厳しい条件のデータだけがここに入っている状態のファイルが出来上がったことになります。で、この出来上がったデータに対して、ゲノム上の分布を描画してみたいと思います。で、まずアノテーションデータは、オリザ・サティバの IRGSP ビルド1のゲノムを使っていて、で、さらにこれ何を描画したいかでファイルを選んでほしいんですけど、スニップだけでよければこのスニップデータ、インデルだけでよければインデルデータで、 DNA ポリモリフィズムとして全部見たいよということであれば4番目のデータを選択してあげて実行してあげます。で今4番目のファイルを指定しました。
で、また目ん玉マークをクリックしてあげると、各染色体ごとに竹の分布が表示されています。で、赤い部分は竹がなかったところですね。で、これで全体像を見ることができます。で、さらに、検出された DNA 多型に対して、基地遺伝子アノテーションをつける作業ができます。で、SNPF というツールを使って、DNA ポットでは、多型注釈をしています。で、これも SNP だけの注釈で良ければ SNP データ、インデルだけで良ければインデルデータだし、両方全部つけたい場合は4番目を選択していただきたいと思います。で、フォーマットは今インプットが、VCF フォーマットで、アウトプットも選べるんですが、そのまま VCF フォーマット。で、ゲノムは、IR、ライスかな、ライス。ライス。これですね。オリザサティバ IRGSP1.0.21。これが、先ほどのビルド、IRGSP ビルド1に対する、遺伝子セットになります。で、ゲノムを選択してあげて、で、アップストリーム、ダウンストリームを、その遺伝子に対して、そのスニップが何ベース以内にあれば、アップストリームにありますよとかダウンストリームにありますよっていうアノテーションをつけるそのベース数の指定ができます。とあと、あとこれがロスオブファンクションとかのアノテーションをつけるかをイエスにしてあげて、この辺は自分の知りたい情報に合わせてパラメータをセットしてあげて、で、実行してあげます。ちょっと時間がかかるかな。同じ作業を昔やってあるので、そちらで今までやってきた作業と同じ作業を、数日前にやった結果になります。で、SNPF がこれで終わった状態になっていて、で、SNPF の結果としては、まず VCF フォーマットの結果が出ます。で、この結果は、こう、右にスライドしていただくと、インフォというところがあって、その中に、SNPF が付けたアノテーションが EFF っていうタグによって、アノテーション付けが見れます。で、例えば、これだと、ノンシノニマスコーディングがここで起きていて、これモデラートとか、インパクトレベルが SNPF のホームページで定義されているので、そちらを確認していただきたいんですが、これが ACT が ATT に変わって、アミノ酸が T から I に変わりました。あとでなどの情報がこれで確認することができます。ストップコドンとかがないと出てこないですね。
なのでこれでアノテーション情報を見ることができます。とあとこちらがスニープ F の、サマリー情報のファイルになります。で、このワーニングがもともとの、 遺伝子定義構造定義がパーフェクトなものではないのでワーニングが出たりもします。とがもうそれはもうアノテーションプロジェクトがもうまだ進んでいる状態なので仕方ないとしてスルーしちゃっています。私はでこれだと染色体のそれぞれに、チェンジとチェンジ率が出ていたり今回ホモのデータしか使ってないのでホモのスニップインデルの数のサマライズ情報やさっき の、 インパクト多形のインパクト情報が高いハイローモデラートなどの情報がどのぐらい何パーセントあったかとかあとコドンのデリーションとかダウンストリームイントロにあったとかノンシノニマスコーディングにあったとかっていうのがどのぐらいのパーセンテージであったとかそのグラフなどの情報の統計情報がこちらで確認することができます。で、ちょっとスニップ F のこのアノテーション情報が EFF を追うのが少し大変なんですけど、もし自分で注目されている遺伝子があればそれで検索してきて引っ張っていただくこともできますのでぜひ活用してみてください。でちょっと今回時間の都合上クオリティバリューフィルターパイプラインの基礎部の方が説明できなかったのですがこちらを使っていただくと使っていただかないではかなり検出される DNA 多形の精度やデノバーアセンブリーをするにしてもつながり方に大きく差が出たりもしますのでぜひ試していただきたいのでアジャックスの方から公開している今回の講習の資料の後ろに追加資料として使用方法を載せてありますのでぜひ試してみてください。もし何かご不明点があればご連絡いただければ、対応していきます。でご清聴ありがとうございました。